皆さんこんにちは、証券ママです。今日はこの季節ならではの柚子でシャーベットを作ります。とっても簡単で美味しいので、最後までご覧になってぜひ作ってみてください。チャンネル登録もしていただけたらとっても嬉しいです。それでは材料です。まず柚子です。だいたい2個で足りると思うんですけれども、足りなかったらね、後で追加します。柚子がだいたい柚子の皮を1個分と柚子の果汁を、これを絞って 30cc 用意します。それからお水が 200cc、 生クリームが 50cc、 グラニュー糖が 80g です。それではまず柚子のね、皮をね、おろし金ですっていきます。あまり白いところはね、入れないように、苦くなってしまうのでね、すってください。はい、こんな感じでね、柚子の皮を1個分すりおろしました。そしたらね、柚子をね、これ果汁を 30cc 必要なので、これを絞っていきます。はい、まずね、こっちの今皮をすりおろさなかった方のね、柚子をね、ちょっと半分に切って、汁をね、絞っていきます。柚子の汁を2個分ですね、今絞りました。多分 30cc あると思うんですけれども、これをね、茶こしでこします。はい、これでだいたいね、 30cc 柚子の果汁が取れました。柚子のね、大きさにもよるので、ちょっと加減してね、小さめでしたら3個くらい、大きめだったら1個半くらいで足りるでしょうか。はい、そしたらね、こういった小鍋にですね、お水を 200cc 入れます。そしたらグラニュー糖 80g を入れます。そしたら火をつけてよく溶かします。グラニュー糖が完全に溶ければ沸騰させなくても大丈夫です。はい、こんな感じでね、ふつふついってきて、グラニュー糖はもう完全に溶けました。そしたら火を止めますね。はい、そしたらここへ先ほど絞った柚子の果汁 30cc を入れます。はい、そして混ぜます。そしたらこういった氷水の中にね、お鍋ごと入れて、これをね、冷まします。完全に冷めて冷たくなりました。はい、そしたらね、先ほどすりおろした柚子の皮1個分と、それから生クリーム 50cc を入れます。はい、そしてよく混ぜます。ここではね、本当に生クリームとね、分離しないようにね、よく混ぜてください。それではこれを凍らせていきます。今日はね、こういった金属のタッパーがあったのでね、金属のが早く凍るので、できれば金属のタッパーに入れてください。なければね、普通のタッパーでもいいです。それではね、入れます。これでね、ラップとか、今日は蓋があるので蓋をして、これで冷凍庫でね、2時間凍らせます。2時間ほど冷凍庫で凍らせました。ちょっと見てみますね。はい、もうだいぶ凍っています。でもまだ完全には凍っていません。そしたらこれを一度ね、こうやってシャカシャカします。ちょっとね、柚子が下の方にこうやって沈んでたりするので、混ぜますね。そしたらもう一度これを蓋をして冷凍庫に入れて、また2時間ほど
凍らせて、これをあと2回ほどね繰り返していきます。はい、それではね3回ほどね2時間ごとに凍らせて、サクサクねスプーンでかき混ぜてできました。もし硬いようでしたらね、少ししばらくこうやって出しておくとすぐに柔らかくなるのでね、少し出してからお皿とかに盛り付けてください。はい、そうしたら今日はこういった柚子があったので、柚子を器にしてね盛り付けると可愛いのでやりたいと思います。柚子のねちょっと3分の1ぐらいのところでしょうかね、ここをちょっと切りますね。柚子でね器を作りました。そしたらねこれにね先ほどの柚子シャーベットを盛り付けていきます。すぐね柔らかくなるの でこうやって詰めていきますね。ミントの葉っぱをのせますね。はい、こんな感じで柚子シャーベットが出来上がりました。それではね少し試食してみます。とってもいい香りです。ではいただきます。はい、こんな感じです。じゃあいただきます。うん、甘さもちょうど甘すぎず、柚子の香りがすごく美味しいです。うん、生クリームをね少し入れることでコクも出て、とっても美味しい柚子シャーベットになりました。お風呂上がりとかね、温かいお部屋の中でデザートに食べるととっても美味しいので、作ってみてください。皆さんご視聴ありがとうございました。これとっても美味しいのでね、ぜひ試してみてください。それではお元気でまたお会いしましょう。バイバイ。またね。証券ママでした。